It's not like I want to go, but I have to. Hey, what's going on, everyone? 普段会話をしていると、別に何々ってわけじゃないんだけど、いや、何々っぽくないよね、のように、完全否定ではなく、やんわりと軽く否定することって結構ありますよね。そんな時に使えるフレーズが、It's not like。今日の動画レッスンでは、アメリカ人の会話でよく耳にする It's not like の3つのフレーズを紹介したいと思います。別に何々っていうわけじゃないんだけどを表す日常表現が It's not like 何々。この表現は日常会話で使われるカジュアルなフレーズで、別に行きたいってわけじゃないんだけど、別にしたいってわけじゃないんだけどのような曖昧な気持ちを示す時もあれば、別に好きなわけじゃないんだよね、別に嫌いなわけじゃないんだけどのような微妙な気持ちを表すときにも使われます。例えば友達が、ねえねえあの子好きなんでしょうと言われたときに、いや別に嫌いなわけじゃないんだけどと微妙な気持ちを示すときに、 It's not like I don't like her but とのような具合で示します。それでは例文を3つ聞いて練習しましょう。It's not like you're busy. Help me out. 別に忙しいわけじゃないでしょ。手伝ってよ。It's not that I don't like her. She's nice, but just not my type. 別に彼女が嫌いなわけじゃないんだ。いい人なんだけど、僕のタイプじゃないんだよね。It's not like I wanna go, but I have no choice. 別に行きたいわけじゃないんだけど、行かないといけないんだよ。次は、It's not like someone. この表現は、あなたらしくないね、や、ジョンさんらしくないね、のように、人の行動や言動が普段とは違う時に使われるフレーズです。例えば、友達の言動が普段とは違うので、あなたらしくないね、という場合は、It's not like you と言います。また、何々するなんてあなたらしくないねと具体的に言う場合は、It's not like の後にらしくない対象が入ります。例えば、普段遅刻する友達が早く来たとしましょう。そんな時に、早く来るなんてあなたらしくないねと言う場合は、It's not like you to be here early になります。それでは例文を3つ聞いて練習しましょう。It's not like you to be late.Did something happen? 遅れるなんて君らしくないね。なんかあったの? Did he really say that? It's not like him. 彼本当にそんなこと言ったの? 彼らしくないね。It's not like Jesse to be so negative. あんなネガティブな発言するなんてジェシーらしくないね。今日最後の表現が It's not like that. そんなんじゃない。誤解されたり、冷やかされたことに対して否定したり、相手の考えが間違っていると注意をするときに使われる決まり文句が、It's not like that. 例えば、同じクラスの子と付き合ってるんじゃないかと冷やかされた場合に、It's not like that. We're just friends. そんなんじゃないよ。ただの友達だってという具合に使われます。それでは例文を3つ聞いて練習しましょう。Trust me.It's not like that. 信じてよ。本当にそんなんじゃないんだ。Don't get me wrong. It's not like that. 誤解しないでくれ。そんなんじゃないんだ。It's not like that. You're completely misunderstanding me. そんなんじゃないんだ。完全に勘違いしてるよ。今日は It's not like の意味と使い方を3つ紹介しました。It's not like 何々別に何々ってわけじゃないんだ。It's not like you. あなたらしくないね。そして、It's not like that. そんなんじゃないの3つでした。英語では物事を白黒はっきり伝えるとよく言われていますが、アメリカ人も微妙な気持ちを示したり、曖昧な返答をすることもあります。なので次回、皆さんもその微妙な気持ちを伝えたいときは、It's not like 何々を使ってみてください。
今日の解説と例文は全てブログに掲載していますので、内容をもう一度見直したい方は下のリンクをクリックしてください。Thanks for watching today. Have an awesome day and I'll catch you again next time. Take it easy. Peace.